あの落とし入れようとした奴らがほんま許せない。何死んだらええの、美化されんの、ちゃうやろ、なんで維新この人切ったんやろね、裏切ったんやろね、みんな都合のいいこと言うたらやんか。こんにちは、泥沼議会です。今回は立花孝志氏が兵庫県知事選の公開討論で斉藤前知事を全力応援、告発した元局長、マスコミを切りまくる、途中感情爆発で言葉を詰まらせる場面も。泥沼です。動画の拡散のためにも高評価、感想のコメントよろしくお願いします。どちらでも、はい、行きましょう。NHK のぶっ壊し！でおなじみ、元じゃないな、元参議院議員で現在は NHK から国民を守る党の党首、立花孝志でございます。私は20年前まで、約20年間ですね、40年前から20年前まで NHK の経理職員をしておりました。で、20年前に NHK の不正経理を週刊文春で内部告発をしたんですが、テレビは完全にスルーです。僕が NHK 職員だったって知ってる人もかなり少ないと思います。で、今日はですね、斉藤前知事が、なんかどうもテレビとかメディアにいじめられてるという噂があちこちでありまして、私ももうそういう話を聞いてよく調べたら、これはちょっとね、県民の皆さんにテレビによって、またメディアによってね、あとちょっとね、能力のない県議会議員の人たちにいじめられてる、そういった真っ当な改革をしようとする、そういった人の真実を伝えに、東京からやってまいりました。これで、あとまず、まだ一本あるんですか ?OK です。はい。特に今回の問題は、名誉毀損という犯罪行為と、内部告発という正義の行為が、ぐちゃぐちゃになってしまってるんですよ。僕は週刊文春で内部告発をしました。また今、部下からね、名誉毀損されて、めちゃくちゃ困ってます。ありもしない他人の迷惑、他人の悪口を言うのが、これが名誉毀損。真実に基づいて、ちゃんとこの人は悪いんですってやるのが内部告発です。この違いが分かっていらっしゃらない。ということで、ぜひね、これを言い出すと時間がないので、私の YouTube や私以外の方でも、これ今回の件、斉藤前知事にとってプラスの情報とマイナスの情報が出ています。テレビはマイナスの情報しか出ていませんので、ぜひネットをご覧いただいて、皆さんの貴重な一票を誰に託すのか、お決めいただければと思います。以上です。ありがとうございました。この兵庫県の人、めちゃくちゃ幸せですよ。もう僕ね、皆さんの話聞いてる中で、やっぱりどうしても斉藤前知事、やっぱりすごい、素晴らしい。ちゃんとお話してはる。ようやってはると思う。こんな人をね、陥れようとしたやつらがほんま許せない。何死んだらええの、美化されんの、ちゃうやろ、何やっとったん、名誉毀損やろ、犯罪やんか。ありもしないことをマスコミに回して、ほんでパソコンの中に愛人との写真とか入ってるから議会であげんといてくれて、そんな都合のいいこと言うたらあかんやんか。斉藤さんええ人やから、そんな自分を名誉毀損する人の愛人の問題とかも言うてへん、誰かが言わなあかんのでしょう。医療と福祉について、みんなが適切な医療を受けるためには、ちゃんとした財政基盤を持って、当然この財政の問題とか削るとこ削らないと言うてる場合ちゃうんですよ。それから僕わざわざ東京から来たんです。これほんまにちゃんとできる人ですって、なんで維新この人切ったんやろね、裏切ったんやろね。そこはこれから選挙戦、まだ3週間ちょうどありますよ。自公政権過半数思いっきり割れてますよ。そんなギリギリとかちゃいます。兵庫県の皆さん、僕はどうでもよろしい、もちろんね、僕は国で仕事するから、兵庫県の皆さんはぜひ正しい知識を持って、こんなすごい人出てるんやから、よろしくお願いします。以上です。政治家ってしんどいんですよ。綺麗事ってもう皆さんの前で言いづらいけど、誰でも言えるんですよね。ほんまに改革しようと思ったらめちゃめちゃ抵抗されるんですよ。NHK に入ってね、不正見つけても黙ってようと思いましたよ。でも誰かがやらなあかんから、俺がやりました。淡島のおばあちゃんに褒めてもらいましたよ。こんなテーマ、本当はこう地域格差とかのテーマで、淡島に
パソナみたいな企業をもっと誘致しましょうとか、これはまあほんまにやりたいと思いますけど、そんなんちゃうんすよね。なんか政治家って政策じゃなくて人で選んでほしいって思うんです。今回やっぱり斉藤前知事めっちゃいじめられてるじゃないですか。最後には仲間からも裏切られてるでしょ。普通こんな状態になったら精神崩壊しますよ。選挙なんか出よう思わないですよ。めちゃめちゃご立派なことおっしゃってるし、実行してるし、こんなそもそも選挙やることなかったんちゃうかなと思うけど、ただぜひ皆さんでね、こう政治家はこれみんなそうっすよ、いいこと言いますよ、それはみんなが言うこと、やることやらなあかん、でもやらなあかんことしよう思ったら財政なんとかせなあかんでしょ。儲けるかどっか削るか、どっか削ったら削られた人怒ってくるもん。そら偽のね、僕だって部下切ったらもうわけわからん家の前で7000万ヤクザから借りたとかやられたんですよ。そういうね、内部告発や、そういうね、嫌がらせの犯罪と正義の内部告発、ほんま一緒にしてほしくないんです。でやっぱり皆さん行こうとおっしゃってるんで、僕はそれが誰がとは言わないですけど、少なくとも政治家って言ったことをやろうとしてる人をぜひね、誰がほんまにやろうとしてるのか見つけて選挙に行ってください。少子化対策と若者支援についてというところで2分半お時間をいただきました。で、まあ少子化対策っていうのはいろんな、もう長年言われてますけども、これ僕なんかは結構変わり者なんで、少子化対策なんてしなくていいっていうのがあるんですよ。そもそも人数が少なくなれば、一人当たりの農地から出て上がってくるもの、海から上がってくるもの、海産物とかですね、人が少なくなった方が豊かになるって考え方があります。もちろんただ単に子供を増やせばいいっていう、これ今の感じでいくとそういう感じになっちゃうんですよね。でも子供を増やすってなると、これバカにしちゃえば増えます。教育やめてしまってやると増えるんですよ。今世界の人口ってアフリカとか東南アジアとか南米めっちゃ増えてます。他の教育してないんですよね。で今の政治家の人たちは子育て支援にいくらかお金出せば子供が増えるって一方法に固まってるんですけど、それ間違いです。貧しくなると子供は増えるんですね。でもそんなことしては絶対ダメです。一番いいのはやはり一人目、子供一人産んだ女性に1000万円配る、一人目だけです。優秀な子供を作らなきゃいけないです。これ優生思想とかめちゃくちゃ叱られるんですけど、子供、人間ってやっぱり数よりも質なんですよ。これから特にそうです。そういった子供をですね、第1子を産むのが大変なんですね。優秀な女性が産むのが大変だから、1000万円とか配るっていうことを、大胆なお金でやるなら大胆なことをしなきゃいけないと思います。で、あっという間に時間ですね。若者支援についてなんですが、これはまさに斉藤前知事が進めようとして、高齢者の首を切ろうとしたら、まあ、首を切ったら怪文書流されたわけですよね。で建設費、いわゆる県庁をですね、これを1000億円ぐらい建設費削ろうとしたら、これ嫌がらせにあってるんですよ。だから結論は、どうぞ皆さん真実を知ってください。テレビは都合のいいことしか言わないですよ。ですからぜひこういったね、本当に少子化対策や若者支援についてやってほしいというのであれば、真実を知っていただいた上で、その改革を実行しようとしていた人が誰なのか、それに気づいていただきたいと思います。はい、すいません、好きなこと言わせてもらいましたけども、ぜひ政治家ってほんま言うことちゃうんですよ。何するかです。権力と戦ったらえらい目に遭いますよ。僕 NHK クビになって、僕今執行猶予4年、懲役2年6ヶ月です。 NHK の前で NHK が詐欺やった、皆さんの家行ってね、脅したり、キャッシュカード取って会長に面談させろ言ったら、威力業務妨害罪で犯罪者ですよ。もう悪いことしてへんですよ。でもそれぐらいやらなあかんですよ。変える人ってそうなん。そうすると必ず抵抗勢力来るんですよ。マスコミもその中の一つ、一番大きな抵抗勢力マスコミですから、ぜひね、テレビや大手新聞の報道に惑わされることなく、今回の選挙、皆さんの貴重な一票をぜひとも投票に行ってね、指名していただきたいと思います。
ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、3年間知事として全力で取り組んできました。県庁内部で聖域とされた分野、そこに改革のメスを入れてきました。それがようやく少しずつ進み始め、そして未来を担う子どもたちなどへの投資にようやく一歩ずつ踏み出してきています。この流れ、この改革を止めるわけにはいかない、止めさせていただくわけにはいかない、これが私斉藤元彦の決意でございます。躍動する兵庫の実現に向けて、これから全力で躍動する兵庫を目指して頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。